2022年の、芦田川の花火大会なんですが、まあ、結論から言うと条件付きで開催するらしい。でソースは福山夏祭り、2022概要のお知らせというところで、6月1日に福山祭り委員会っていうところが、まあ、情報を出してますね。で、福山夏祭り2022の、3日目、ここに、まあ、花火大会っていうのがあって、で、まあ、芦田川花火大会みたいな名称じゃなく、希望をつなぐ小規模分散リスタート花火大会っていう名称の花火大会のようですね。これまでの開催方法では夜間における、密集密接が避けられず、国の基本方針や県の通知、過去イベントの開催条件についてに基づく、新型コロナウイルス感染対策防止感染防止新型コロナウイルス感染症感染防止対策を図ることは困難であるため、今年度においては花火大会のリスタートに向けたのろしの意味を込め、5分間程度の小規模短時間で打ち上げ会場を分散して実施しますと。だから本来だったら、まあ、できないところ、まあ、苦肉の策というか、どうにか開催することを前提に、これだったらいいんじゃないみたいなので考えていったんだろうね。そう。で、8月15日。で、まあ、毎年8月15日なよ、芦田川の花火大会って。で、日時はあれだね、8月15で変わらず、で、20時頃から約5分程度、雨天の場合は中止。場所に関しては、会場は非公開になってて、市内約8カ所程度で打ち上がる予定と。で、 YouTube で生放送を予定しており、自宅でも観戦できますって書いてあるんで、まあ、無理にこの20時頃めがけてその福山中うろうろしなくっても、しかも5分で終わるしねだから探してる間に消えちゃうんで、やっぱりもう家で YouTube で見る、でたまたま近くだった人はまあね、こう見るなり、直接外出て見るなりするのはいいんじゃないかなと思うけど、で、打ち上げ場所は非公開とし、会場へ観覧エリアは設けません、感染防止対策としてっていうことですね。まあこれがギリギリだろうね。なんかもうコロナもどうだろうね、一時期と比べるとまあちょっと落ち着いてはおるじゃん。でもまあもし万が一があった時に、まあ、花火クラスターとかね発生して、でこの芦田川の花火が原因だったって、普通の通常開催してねってなったら、やっぱり結構の問題になるし、ワンチャン全国ニュースにもなりかねないじゃん。だけどまあ今はまあ無難に言っといて正解なのかなと個人的には思うね。うん、で、尾道の花火大会別の動画で作ったんだけど、で詳細話したんだけど、尾道の花火大会も延期を検討してたんだけど、結果的にもう中止することになったみたいなんよ。じゃけまあもろもろ考えるとやっぱり状況的に難しい。で今年2022年はなんか全国で花火大会やってるところもあるよね。なんかちょいちょいこうニュースというか目に入ってるから、多分やってるところはやってるんだろうなと思うけど、まあどうだろう、結構大きい都市とかさ、人気の花火大会に関してはやっぱりもう人が来すぎてしまうから、開催するのがまあ難しいんだろうなっていうのはわかるよね。あ、でちなみに夏祭り、福山夏祭り2022年はの概要を伝えると、まあ次花火が3日目ね。で1日目と2日目があるんだけど、1日目は煮上がり踊り大会。
広島県無形民俗文化財煮上がり踊りについて、江戸中期頃の起源という伝わる市民文化の継承を図るとともに、市民の活力醸成につなげるため、新型コロナウイルス感染症感染防止対策を講じて実施しますということらしい。これは8月13日、18時から20時、雨天の場合は中止、場所が福山駅北口スクエアがメイン会場になっていると。北口のあの工事してたところね、多分で北浜通り2会場の演舞会場を設定しますが、演舞は1団体につきどちらか1会場のみで行うこととします。 YouTube 生配信を予定しており、自宅でも観覧できますらしい。出場者は6月1日から募集開始。この情報自体が6月の1日に出てるやつだから、今現在はどうなのか分かんないね。募集がいつまでかっていうのはこのページには書いてないかな。6月6日以降、福山夏祭り公式ホームページに掲載予定って書いてあるわ。感染防止対策としては、観覧エリアを設け、接触確認アプリ等を用いて入場者の把握を行う。参加者全員の事前抗原検査を実施すると。まあなあ、まあやっぱこの辺ちゃんとやってからじゃないと、まだ祭りとかはちゃんとやれない感じにはなっちゃうよね。で、福山夏祭り2022の2日目浄化浴衣祭り調整中って書いてある。で、2日目だから8月14日ね。主催は福山市商店街振興組合連合会で、場所は市内中心部の商店街。時間や内容の詳細については調整中。市内中心部の商店街で、まあこの福山夏祭りだから大体やっぱ駅周辺になるんかな。もしそうなんであれば、やっぱジョイ船町とか、なんだっけ、まあ、あの辺、ざっくりあの辺とかになるのかな。ジョイ船町とか、宮通りとかさ、元町通りってあるっけ、元町の方とかさ、なんか毎土曜店が行われる、まあ、あの辺も商店街関係だよね。で、なんか、あの辺で行われるんかな。ちょっとちゃんと決まったのを見てみないと分かんないけど、憶測だけど、そんな感じになりそうな気はする。なんとなくね。そうで、3日が花火と。まあでも花火は今年は5分間だけやる。しかも雨天の場合は中止っていうことで、まあそうだね、 YouTube で見るっていうのがいいのかな。まあ、花火もうコロナが流行ってからさ、毎年サプライズでさ、なんか花火の音がするっつって外出てみたら、あ、やってたわみたいなことはあったけどさ、こうやって事前に、まあ、場所は言えないけど何日にやりますっていうのがあったのって初めてなんじゃない。多分ちょっと調べてないけど、なんか認識してる中ではサプライズで上がっとったわみたいなのはよく聞いてたけど、だからまあ去年までと比べるとちょっとは状況的に改善していってんのかなと思いますね、感覚的にはね。まあやっぱ夏といえば花火みたいなところあるから、で特に福山市民にとってはやっぱり芦田川のね花火大会って、まあ、昔からやってるやつだから、会場変わったけどね、いつから変わったんかな。なんか前はさ、あっちの方でやってたよね。今というか、まあ最近通常通りやってた時は、芦田川大橋のあの辺でやってたよね。それより前はさ、なんかあれ何、草戸稲荷の方の駐車場のあの辺で見たような覚えがあるけど、ちょっとはっきりは覚えてないけど、あれ何年前なんだろう。その当時、一緒に見に行った人たちから年代を推測すると、20年
20年前とかには無効だったでしょ。20年前とか20年、それまではあっち方面だったよね。芦田川の中でも、まあ、草戸方面というかあっち方面だったよね。まあ、あんまりなんか花火大会自体見に行く習慣がそんなになかったんだけど、俺どうだろうな、行ったことある花火大会ってなんか倉敷のあっこも行ったことあるよ。ちょっと関係ないけど、あれなんていうところなんだろう。でもそれももうものすごい前、なんか港みたいなところ倉敷の新倉敷から行ったかな。新倉敷かのどっちかから、なんかその当時仲良かった人と自転車で行った覚えがあるな。それもう何年前なんだろうね。その芦田川の花火があの場所が移動するよりももっと前だわ。まあ、なんかやっぱ花火とかって思い出に残りやすいからなんかいいよね。あと尾道の花火大会も行ったことあるか。芦田川の花火大会はもちろん、あの場所変わる前も後も行ったかな。そんなもんじゃない多分。他はなんかあのたまたまやってたみたいなのはあるけど、なんか花火目的じゃなくって、たまたまなんか違う地域に遊びに行ってたら、その地域の近くであの花火大会が行われててみたいなのはあったけど、がっつり、あと鞆の浦のは行ったわ。鞆の浦のはあのその会場付近までその当時のあの仲間内で行ったのと、あとあの山の中からも見たの。グリーンラインというかあっち方面、山あるじゃん、あっちからも見えるじゃん。でなんかそのスポットを知ってた人がいて、でそこで一緒に見たっていうのがあるな。そんなもんか一番芦田川のがなんか身近というかさ、なんか混むけどね道が、まあ、どの花火大会もそうよね、めちゃめちゃ道混むけど、まあ、この身近な。で友も今年中止だっただろう。花火大会もやりにくいわな、混むし、その一回もうさ想定以上に人が来ちゃったらさ、そこからもうどうしようもできないもんね。密を避けてください言ってもさ、スペースにも限界あるし、でどん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 来るしね。まあ、その辺考えるとあんまりこう攻めれないんだろうね攻めの開催方法を取れないんだろうねと思う。まあ、ちょっと2022の芦田川の花火、芦田川の花火どうなってるかなと思ってる人がおるかもしれんなと思ったから、まあ、ちょっと動画にしといたわ。はい、では、チャンネル登録高評価まだの方はぜひよろしく。では終わります。ありがとう。